ルイ2世は、第三代ブルボン公、バロア朝における百年戦争期のブルボン家の人物。ブルボン公ピエール1世とバロア伯シャルルの娘で、フランス王フィリップ6世のイボ妹であるイザベルド、バロアの長男。ルイ2世は、精神的に不安定であったと伝えられている。祖父ルイ一世、父ピエール一世、妹である、フランス王シャルル五世妃、ジャンルなどの血族にも、 程度の差はあれ精神障害が見られ、これは遺伝性のものであったと考えられている。1356年、父がボアティへの戦いで戦死したため、ブルボン公を継承した。しかし1360年にイングランド軍に捕らえられ、1366年まで6年間捕虜になっていて、領土がイングランドに侵略されていたため、解放後は領内の貴族と協力して、 イングランド軍の排除に取り掛かり、同時にフランスの人事権を掌握し近隣の貴族や有能な人材を抜擢して王国やブルボン綱領の重要な地位につけ、中央政府に勢力を伸ばしていった。領土拡大も図り軍事行動も盛んに行い、1371年にホレ・ジョハク・アンヌと結婚し1374年にフォレを併合。 翌1375年には、ギテイシャルル5世の命令で、ベリー公、ジャン一世と共に、イングランドから、領土回復のためブルボン公領の南隣のオーベルニュエ、遠征。1382年に、フランドルの都市反乱の地がへ向かいローゼベー家の、戦いに参戦。1385年に、ギュイエンヌ遠征。1390年には十字軍を、掲げチュニジアまで渡っている。 1380年に、オイ・シャルル6世が若くして即位すると、おじである、アンジューコー1世、ベリー公、ブルゴーニ公・フィリップ2世イラ3兄弟と共に、摂政の一人となった。摂政としての活動は、上記の遠征の他は、遠征費用の課税、マルムゼと呼ばれた王国中枢の官僚を追放したことが挙げられる。1388年に、 シャルル6世が申請を始めると国政から遠ざけられるが、1392年にシャルル6世が発狂して、統治不能になると吹き、ベリー公と並ぶ、恩賢派としてゴータン公とオルレアン公、ルイの対立を抑えていた。ベリー公とは、政略結婚を通して親密になり、1400年に、ルイ2世の息子クレルモンハクジャンとベリー公の娘、マリーが結婚。 この時交わされた契約で、息子のいないベリー公の領土の内オーベルニュと、モンパンシエがジャンとマリー夫妻に継承されることが決められた。同年に、傍住卿エドアール2世が死去、医療で、ブルボン公領の東にあるボジョレーは遺言で、ルイ2世へ譲られ、領土は南と東に拡大したが、代償も大きく、傍住卿の膨大な借金返済と、 周辺諸国との関係改善に追われ、ベリー公とは、諸領譲渡と引き換えに、ブルボン家に子孫が途絶えた場合に、王国へ領土をすべて返上すると約束、男刑が絶えたら、追加領土を含むブルボン公領を失うリスクも背負う、ことになった。中央政界でゴータン公とオルレアン公の和解を、取り持ったが効果が上がらず、1404年にゴータン公の後を継いだじゃん一世とオルレアン港との、 対立が激しくなり、1407年にオルレアン公が、ムコア公の資格に暗殺されると厳罰を要求したが、ムコア公の軍事力を背景にした威圧で政府が妥協すると和睦に傾き、1409年にオルレアン公の維持シャルルと、ムコア公を和睦させた。同年に、ビシーへ隠居、翌1410年に73歳で死去。ブルボン皇位はジャンが継いだが、 ベリーコーやオルレアンコーラと共にアルマニャック派を形成、ムコアコーラブルボーニュ派と武力衝突を引き起こしフランスは内乱に突入していった。妻アンヌとの間に二男二乗も受けた。上田 P27P30P41P42 上田 P31P41P47P49 佐藤 P99 清水 P57P58、上田、P25P46P50P51、佐藤、P95P99、上田、P51P53P63P82、清水、P70P71P85P86、上田、P37P53P61、ありがとうございます。